はい、じゃあ早速やっていきましょう。毎日学習会の話です。よろしくお願いします。で、今日はそのあれですね、慶応の SFC、まあ、合格する上で、まあ、SAT の点数どれぐらい必要なのかっていうところですね、ちょっとお話ししていこうと思います。で、例えば早稲田の政経の SPSE 入試とかだと、実際合格した方の SAT の点数アベレージがどれぐらいあるかとか全部出してくれてるんです。国際バカロリアに関しても全部出してくれてるんですけれども、まあ、早稲田の政経の SPSE が SAT が1440で、あとは、国際バカロリアが多分38以上とか、まあ、そういうふうに書いてましたけれども、SFC のその AO って必ずしもそういう形で出してくれてるわけないんですよね。もっと言うと、まあ、あくまでも例外的な話をして聞いてほしいけれども、国際バカロリアで30以下のスコアだった人でも、まあ、例えば SAT とかでもそんなにスコア良くない、まあ、それこそ、ね、その人なんか多分1200とか多分そんなものだったと思うんで、そういうふうなぐらいの成績でもまあ合格をされてる方っているわけですよね。ただ一方で、一般的にこれぐらいは必要だよねっていうスコアのランクっていうのをある程度理解しておくことも、それはそれですごい重要で、まあ、なのでちょっと今日そこのお話をできればなと思います。で、SAT に関して言うと、 SAT は1300台とかでも普通に合格されてる方結構います。1340とか1380とかでも合格されてる方います。逆に1400台行ってても合格されない方もいます。で、それがどういう違いによって生まれるものなのかっていうお話をちょっとこれはしていきたいなと思います。で、一言で言うと、やっぱり SFC っていうのは学際融合のキャンパスなんですよね。学際融合ってこれどういうことかっていうと、ある問題があるときにその問題を解決するために、ある学問分野とまた別の学問分野と両方とも使って、まあ、そのいわゆる学問のこう際になる部分ですよね。学際ってのは学問の際って書きますから、その学際分野で何かやっていきたいっていうふうなことをやっぱり志望で優秀にかけるってことがすごい大事で、そうするとその何て言うんだろう、例えば一つの学問分野でこれ研究できるんじゃないみたいな部分に関してのものっていうのはあんまりやっぱり好まれないんですよね。 SFC とのマッチングは悪いって、 SFC の場合はどんなに成績がまあ良くっても SFC との相性があんまり良くないよねっていうふうに思われる生徒さんに関しては、まあ残念ながらどんどん落としてしまうっていうところがあるので、そういうところを考えると、まあそこの部分が非常にこう限られるっていうふうには言えると思います。なので、そこの部分をですね、どういうふうに考えるかっていうところは非常にまあ大事だなっていうふうには思ってるところです。それがやっぱり非常に大事ですね。で、まあ、あとはそのもう一つは、これもやっぱり受験生はなかなか難しいんだけど、高校時代何やってて大学でどういう研究したくって、社会人になったらどういうキャリアを歩みたいって、やっぱりこうそれがある程度筋が通ってる必要があって、まあそうなってないと結構難しい部分があるけど、特に社会人になってからのキャリアビジョンとかって高校生ってすごくぼんやりしがちなんですよね。で、そういうところをどうするかっていうところをちょっと考えていかなきゃいけないと思うんで、まあ、そこら辺は考えてやってみていただければなと思います。よろしくお願いします。